時間軸の作曲と別に空間の作曲っていうものがあって、でそれを空間のパッケージごと提示できる、それがソニーの波面合成の技術と僕のやってきたそのアーティストとしての活動とがすごくうまくシンクロするなっていうところで、もうエキサイティングだと思いました。All we want to do is give people, fill their senses with that intention via our own ideas. They're using 576 speakers, so we actually made installation using same number of strings. 今回のオデッセイという音響回路、音の没入体験どういうことだろうっていうことを徹底的に考えた時に、波面合成という技術と出会い、それを使った空間における被らない VR、 そこからオデッセイの構想が始まりました。人々のどこか聞いたことのある音が聞いたことのないような反射で鳴ることによって、世界にどこにもないものができるんじゃないかっていう確信があったんですね。今回は音響空間っていうところに対しての明確なビジョン、これをソニーのエンジニアが叶えようと。例えばF1 のドライバーとエンジニアのように、こう走りたい、こうチューンしていく、そういう重ね合わせが今回のオデッセイという音響回路の実現につながりました。 I think for people who are coming to see it for the first time, they should try to allow their senses to learn a new way of seeing and a new way of listening. とにかくもう何も考えずに体を任せて体験してほしい。